自民党広島県連は22日、党本部で常任顧問会議を開き、宮沢洋一会長の後任に、岸田文雄前政調会長を推薦することを決めた。27日の県連大会で正式決定する見通し。4月補選、再選挙へ本格始動衆院選占う試金石与野党。岸田氏は4月25日投開票の参院広島選挙区再選挙の陣頭指揮を取る。会議後、記者団に県連の先頭に立って努力する覚悟だ、と意気込みを語った。宮沢氏は、衆院広島3区の候補者選定をめぐり自民、公明両党が対立した責任を取り、会長辞任を表明していた。